テレビ朝日の斎藤千春アナウンサー27とラグビー日本代表の首相、姫野和樹29イコールトヨタの交際が明らかになった。共通の知人を通じて昨年8月頃に出会い、真剣交際に発展。周囲を気にすることなく、匂わせ投稿する熱々ぶりで将来的な結婚も視野に入れているという。写真、乃木坂46時代。 制服姿の斎藤千春アナ斎藤アナは人気アイドルグループ乃木坂46の1期生メンバー2018年に卒業し19年にテレビ朝日に入社した入社前から羽鳥慎一モーニングショーのアシスタントに抜擢され22年からはグッドモーニングの総合司会を担当テレ朝を代表する人気アナに成長した一方 姫野は所属チームトヨタベルブリッツと日本代表チームでキャプテンを務める日本ラグビー界のスター選手だ。しかもこの二人、すでに結婚も視野に入れた真剣交際だというから驚きだ。テレ朝関係者によれば、二人は共通の知人を通じて昨年8月に出会ったといい、ラグビー W 杯後の昨週頃から真剣交際に発展したという。 斎藤アナは意外と出会いを求めて飲み会にも積極的に参加するタイプ。父親はアメリカンフットボール選手の斎藤信明氏で、スポーツ一家に育った。姫野選手とは話もあってすぐに意気投合。周囲には結婚を見据えた真剣交際だと伝えている、同、姫野が所属するチームの試合を斎藤アナが観戦に訪れる姿も昨年から目撃されている。 それに加えて隠しきれない幸せオーラが全開だったのは SNS の匂わせだ。昨年11月頃から斎藤アナと姫野選手双方のインスタグラム投稿に重なる部分が目立ち始めていた。インスタの投稿時期を気にしてあえて完全に一致させていませんが、昨年11月には一緒にハワイ旅行に出かけています。W 杯後に姫野選手はルイ・ヴィトンのブレスレットをつけるようになり、 昨年末から斎藤アナもルイ・ヴィトンのブレスレットをつけ始めた。デートは主に週末で、斎藤アナが愛知に通うことが多いようです。斎藤アナは今年2月に運転免許を取得しましたが、これも愛知への移動を見据えたものだったとか、知人、今年2月、初めて運転した際の写真をインスタに投稿したが、ファンの間からはぼかしはありつつも、姫野選手の愛車では、と指摘されていた。 昨年の大晦日、二人はそれぞれ伊勢神宮の鳥居の前で撮影した写真をアップしたが、天気模様や背景、映り込んでいた人物までよく似ている。3月は岐阜県飛騨高山、4月は名古屋の桜並木の写真などもよく似ており、匂わせと話題になっていた。姫のファンの一部からは斎藤アナの匂わせ投稿に反発もあるというが、テレ朝の局内は応援ムードだ。 斎藤アナは21年に TBS の小林弘樹アナ、22年7月に退社、との交際を報じられたが、その後に小林アナが複数の女性と交際していた疑惑が浮上し、大騒動に。局内では未だ小林アナとの騒動の印象が残っているだけに、幸せを願う声が多いという。果たして、ビッグカップルの行方は